路合関係とととは、ロシア連邦とモンゴル国のの間両国の関係はソビエト連邦がモンゴル人民共和国を支援していた共産主義時代から伝統的に強固なものである。モンゴルとロシアは両国が共産主義を放棄した後も同盟国であり続けている。ロシアはウランバートルに大使館をダルハンとエルデネトに総領事館を置いている。 モンゴルはモスクワに大使館をイルクーツク、クズル、ウランウデに総領事館、エカテリンブルクに領事館を置いている。両国は欧州安全保障協力機構の加盟国である。2017年の調査によると、モンゴル人の90%がロシアに対して好意的な見方をしており、8%が否定的な見方をしている。ロシアとモンゴルの国境の延長は、 約3 5 0 0トルである。1912年11月、ウルガでのロシアモンゴル協定調印後に撮影されたロシア帝国とモンゴルの役人たち。この協定でロシアはモンゴルの自治権を認め貿易利権を得た。19世紀のソトモーコは真の支配下にあった。1911年の真の滅亡に伴い、ソトモーコは独立を宣言した。 1919年、北京政府の将軍、ジョジュソウが、外蒙古に進出して、独立を無効にした。1921年、中国軍はローマン・ウンゲルン率いるロシアの白軍に追い出された。その白軍は、数ヶ月後に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の赤軍、極東共和国、親ソビエトのモンゴル軍によって追い出された。 ロシアのモンゴル大使館モンゴルのロシア大使館1924年にモンゴル人民党がソ連の支援を受けて革命を起こしモンゴル人民共和国を樹立した。その後70年間モンゴルはソ連の衛生国としてソ連の考案した政策を真似して追求してきた。モンゴルの最高指導者ホルロー議員チョイバルさんはソ連の指示のもとに行動し、 1936年から1952年まで大規模な粛清を行い、1937年9月から1939年11月の間に最も多くの人物が逮捕、処刑された。この間にソ連の文化の影響がモンゴルに浸透し、モンゴル国立大学をはじめとする全国の学校でマルクスレーニン主義が強調されていた。モンゴルの政治的、技術的、 文化的、芸術的エリートのほとんどすべてがソ連や東欧で教育を受けていた。モンゴルの経済は電力、貿易、投資のメインでソ連圏に大きく依存していた。モンゴルとソ連の共産主義政権は緊密な国家関係と協力を築いた。両国で特に中央アジアのソビエト共和国とモンゴルは産業と貿易の緊密なリンクを確立した。モンゴルは 国際問題に対しては一貫してソ連を支持していた。モンゴルは中国の拡張主義の恐れに対してソ連の援助を求め多くのソ連軍がモンゴルに常設配備された。1986年、両国は平和友好協力条約に調印した。1950年代の中祖対立の際、モンゴルはソ連側についた。モンゴルは ミハイル・ゴルバチョフ書記長による西側や中国との関係改善政策を手本としてアメリカや中国との関係を改善した。1989年、両国はモンゴルからのソビエト連邦軍撤退計画を最終決定した。1990年にモンゴル人民共和国が崩壊し、民主的に選出された初の政府が発足し、それまで、 緊密だったモンゴルとソビエト圏の関係に、くさびが打ち込まれることになった。1992年以降、ロシアからの技術援助は停止された。ロシアは1946年から1990年までに、ソ連から受けた援助の全額返済をモンゴルに要求した。ソビエト連邦の崩壊と冷戦終結後、モンゴルの大路貿易は80%減少し、 中国との関係と中国のモンゴルへの影響力は増大した。それに対しロシアは地域大国としての地位を高めるためにモンゴルとの強固な関係を再構築しようとしている。2000年、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はモンゴルを訪問し主要な二国間条約を更新した。ソ連ロシアの国家元首のモンゴル訪問は1974年の レオニード・ブレジネフ初期長以来である。プーチンの訪問と両国関係の改善は、モンゴルでは中国の影響力に対抗するものとして歓迎された。ロシアは、モンゴルへの石油、エネルギーの輸出価格を引き下げ、貿易を強化した。ロシア政府はモンゴルに対する債務の98%を、帳消しにし、ロシアからモンゴルを経由して、 中国への石油パイプラインを建設することで合意した。ありがとうございます。